それではですね、一級の観光者ですね、まあ、第一次検定、まあ、これについてですね、説明をしていきたいと思います。でここではですね、ここに書いてあります、まあ、ガイダンスと、それからこの学び方をこれからやるんですよということで、どう学ぶかというところをポイント、それからあと、どのようにやっていけばいいかというようなことを少しこれから学び方について中心に説明したいと思います。ではまずですね、この時間としてはですね、一応23時間ね、1日1時間学習するとして、まあ、23日でできるように最低合格点を取れるような基準のところまで達するの23時間は少なくとも必要ですよと、まあ、こういうですね、まあ、時間のある方はさらにどんどん付け加えて学習を深めていけばよいと、こういうことなんですね。まあ、そのためには、ね、自分で自己完結型ですよと、だから自分で勉強できますよと、自分で決定して自分で学習を進めていく、まあ、そういう自己完結型の、まあ、学習システムですよと、まあ、そういうことで、そういうことをやるためにはこの YouTube でね、まあ、これを見ていただいて、これを中心に学習していただくということになりますね。で、まあ、23時間というのはですね、1日3問やって大体60題やりますので、ちょうど60問で20時間で、3時間というのはこれ応用ね、そういったような旅行管理法の応用について、まあ、3時間足して合計で、23時間こういうことになるわけですね。それからあとは受験のですね、まあ、日にちのことですけども、これ1次検定、こちらに、まあ、2次検定なんですけども、まあ、もう申し込みしていただいて、そして、試験がですね、9月3日にありますからね、ここへ向けてまず学習するということですね。そしてこれは合格すればですね、1次検定合格発表で合格すれば、まあ、2次検定のですね、手続きをして試験を受けると、まあ、こういう形、そしてこれ通れば最終的に管理技術者が資格を取得できると、まあ、こういうその流れになっている。だまずはここの難関を取らなきゃいけないね、ここのための、まあ、学習ですよ、こういうことですね。はい、それでは続いてじゃあ具体的に試験はどういうふうな日程、時間帯ですかということですね。そうするとこれは試験は、ね、午前の部と午後の部と分かれてて、で午前はですね、大体選択系ね、44問出て33問、回答するということで、この選択制というのもですね、まあ、具体的には給排水関係と、それから空調関係どちらを取りますかという、まあ、そういうその選択ですから、まあ、選択制といっても実質的にはもうほとんど全部必修に近いとね、一次検定、まあ、そういうことです。ここだけは選択できます。午後はもうほとんど必修ですね、29問出て27問がこう選択ですから、いうことになります。それからこれが合格の基準なんですけどもね、これ新しくなっておりますので注意しないといけないね。だから単に今まではですね、60問中36問できたら、はい、あなたは合格ですよと言われてたんですけども、実は新しく、ね、施工管理応用能力というね、この部分ができて、これ7問出ます。でこのうちの4問ですね、まあ、この 60% ですけども、7問中の4問取らないとこれはダメですよ。今まではこれだけでよかったんで、今度新しいここ付け加わったとね、施工管理法能力については7問中4問できないとダメです。こっち側がね、60問で、こっち側相当できたとしても、ここができないとダメです。この両方で評価しますよ。合格決めますよ。ちょっと変わってきたので、でここのところに要するに20プラス30と、ありましたね、23時間となってるね。で、この3時間分はだからここに当てようと、まあ、こういうことの考え方ですね。ということです。はい。それから科目の内容ですけども、これはね、科目としてはですね、要するに観光時一般ね、これ必修です全部ね。だから要するに環境工学とか流体とか熱力学だとかね、それから電気とか建築とか、まあそういうここは全部必修ですね、ここ。それからあと観光時専門、まあ観光時の専門の、まあこれも大きく分けて、要するに空調関係で、空調関係と、まあ、給排水関係に分かれてるんですね。だからこのいずれかは大体、まあ、自分、これどっち取ったっていいんですよ。だからどの番号を取るのは自由なんですけども、まあ、自分でこれを決めて、まあ、空調関係の人はこちら側、給排水関係の人はこちら側、選択できる、どっち取ってもいいです。ですから、両方やってる人は一番点の取りやすいところを選択していけばいいと。ね、この B はですね、大きく分けて施工管理法ね、施工管理法。ここと、ね、それから施工管理応用能力とここだ、これとこれとはね、見たら分かるけどね、これと同じなんです、ここまではね。だから結局ここでしょ、こことここはね、もう同じなんです、これほら同じでしょ。で
施工管理法にね、あの応用能力とか、で応用能力でない施工管理ってないんですよ。一緒なんだよ。だからね、だからこれとこれとは一緒に勉強しないと何をやってるかわけわかんなくなる。通りませんよ。だから一緒にこうセットで学習すると。うちのテキストはそういうことをきちんと整理されて、分野別に整理されてますからね。こう分けて学習しちゃダメよ。一緒にこうセットで学習するようなうちのテキストは出来上がってる。まあ、こういうことですね。あとはこう、法規ですね。法規はまあ12問中、あの10問選ぶということですから。これは普通ですね。ということで、これは選択制ですけども、これはほとんど必修じゃないですか。12問中、10問選ばなきゃいけないんだからね。ということで、ちょっと注意しないといけないのは、この応用、能力のところはですね、これとセットで学習するんですよと、これとはこんな分かれたその科目なんて実際ないんですよ。だからただ注意して、そうやって選定のためにやっただけ、学習はセットで勉強しなきゃダメだと、こういうことですね。はい、次行きましょう。でそうしますと、ここですね、今やってるのこれだな、ガイダンスだな。そしてこれですね、各科目別に言ったね、要するにあの、観光人一般、観光人専門、それから応用のね、施工管理。それから施工管理が応用能力が入ってるんで一緒に全部と、それからあの法規、だからあの観光地一般と観光地専門と施工管理と法規、この4つから構成されているというイメージを頭に持ってくださいね、ということです。それからあとはまあ補助としてちょっとこういうネットワークの計算とかね、必ず見なきゃいけないってわけじゃないんだけども、こう施工管理応用能力法のまあ解説とかね、まあそういうものちょっとついてますので、これ見ていただくといいかと思いますね。はい、それから続いてまあ、勉強法なんですけども、まあ、23時間といっても、まあ、結局はですね、あの20時間はほら、20時間は1日3問やるからな、で合計60問取らなきゃいけないからな、1日3問ずつ勉強して、ね、これで、20日勉強した場合は60問になるでしょ。ということは、20日間はかかりますよと、ね、そして残りの3日、23日ですからね、この残りの3日はこの応用能力法、まあ、これについてちょっと、整理しておこうということで、20日プラス3日で23日とこういうふうになります。まあ時間のある方はどんどんさらに復習してくださいよと、まあこういうこと、こういうパターンですね。ということで最低20時間やってくだ、あの23時間やってくださいよということね。はい、次行きましょう。じゃあいよいよってどこを勉強するのということだな。どこを勉強するの。試験73問出るんだけども、実際に解くのは60問でしょ。だからもう最初からね、もう勉強する番号決めとくんだよ。だからどこを勉強するかって、試験問題読んでから決めるんじゃなくても、最初からやるときでやるところとやらないところ決めておくわけ。まあ、これが非常に学習の仕方だから、学習すべき60問を消費者に向けた、まあ、ターゲットとして書いてますよと、ここへね。別に、この黒丸は必修だから、ここやんなきゃいけない、しょうがないから、みんな。ね。だから、ここのところはほら、12問と11問分かれてるんだけども、別にあの空調11問で、休廃数が12問って分かれて、これ自分で選んでください。ね。ただまあ一番初めて何も勉強してない、初めてこれから試験に臨もうとする人は、丸がついてるところが比較的点取りやすいよということを言ってるわけだ。しかもこの丸の入ってるところは、まあ、二次試験にもある程度効いてくるということがで選定してるわけ、ここのところね。だからこれは自由です、皆さん。こう選択だからね。必修のところはもうしょうがないですね。ということで、まあ、そんなようなパターンになってるということで、1日3問ずつ学習すると。こういうことですね。でちょっと見てみましょう。あ、それではですね、具体的にその学習するんだけども、じゃあどうやったらいいかと、まずだから最初にね、 A1A2 A の問題と B の問題分かれてるんだな。 A の問題と B の問題がな、でこっからがまあ A の問題と B の問題分かれてるんだな。要するにまあ午前と午後ってことだな。そうするとこれが1日目はだから1番ね、観光地一般の A の1番と A の2番出る3番目、1日目2日目になったらここの勉強するな。3日目になったらこう、まあ、こう分かるね、こう同じやこうな。同じようにだから最初までずっと順番に来たら、要するにあの最終的にこう来るな。要するに B の20日の日にだから全部終わって20日になったら法規は大体これで終わりますよと、まあ、こういうその流れにこうなってる。だから1日3問ずつやってる。20日かかりますよとね。まあそうこの20日するいよいよこの中身1日ごとに何をやるんだということをこれからまあ説明していくわけなんですね。そしてあとですね、うん、まあ施工管理応用能力をね、これはだから3日間かけて少しあの整理をしておいてくださいよということで、いうことですね。それからあとはですね、あの重要項目集が書いてあるんですからね、これはまあちょっと復習すると勉強になりますよということが書いてある。それからまあ
学習が全部終わったら一度この実力判定テストやってみて、自分の弱いところもう一回再復習してよと、ね、ということで、これは実力判定というと、これ自分の弱点を見つける、そこをかあの改善させると、これがここの目的ですから、これを見て自分の弱点をそして復習をすると、弱ってるあのちょっと弱いところを復習する、まあ、そういうようなパターンでやっていくと、こういうことですね。さあ、それではね、これからだな。要するにあの一次検定をどうやって勉強するかってこういうことだ、ね、でここではね、うちはあの教育工学マーケット研究所って言うんですけども、マーケットって研究所ってなってるんですけども、ここでですね、学び方をちょっと説明しような。何を学ぶって、だって意識がさ、どこへ向いてるかによってさ、能力がガッと変わっちゃう、人によって。だからこの試験のために必要な意識はどこへ向けたらいいのと、それどういう何を目標にして勉強したらいいのと、一番のポイント、いい。この試験は、試験は必ず不適当なものはどれかとか、誤っているものはどれかと、これ大体8割か9割ぐらいこれで聞いてくるわけ。ということは、誤っているところに集中して、例えば何々は大きいですと言ったときに、いや実際はそれよりは小さいと答える。だから大きいとか小さいかどっちが区別する、正しくか正しくないかとかね、それからあの膨張するとか収縮するとか、次の言葉が必ずある。だからどっちなんだということを学習した。ターゲットは何が誤りで何が正しいのかという意識をし、ここに集中する。意識はだどこが誤ってんの、どう正しいのということ、基本的な誤り、どこが誤ってるかを中心に学習している、ね、で正しいものはもう流す、誤ってるところに集中する、これが意識の集中と言われる。分かった。ポイントはだから、学習するのは誤ってるところはどこなのかというと、目をギラギラギラとさせて勉強する、他はダロンとしてやっていくと、まあ、こういうやり方だ。これがだから、それからあともう一つ、もう一点、不適当なところに集中しろ、これだな、意識を集中しなさい、正しい時は流し読みしなさい、まあ、こういうことです、勉強の仕方。もう一つ、人間っていうのはさ、まあ、ルーティンってあるんだな。例えば一流の選手がこうやって手をまくり上げてやるじゃないですか、あれ。そしてちゃんといいところ打つじゃないですか。これもね、ルーティンってのは人間のね、学習する時のもう基本なんだよ。だからこれやると結構ね、その時間を自分の感じではすごく短く感じる。ルーチンの中に入っちゃうと、人っていうのはやってる時間が、え、もう過ぎたのってこうなるわけよ。それはね、楽しいんですよ、要するに。楽しいからもっと進んでくる。ということで、このルーチン。だから自分の勉強時間もある程度ね、夜11時から12時までやると決めるじゃん。仕事忙しいから、現場はな。そしたら、その時間帯になったら、もう自動的に体がそういうの動いてくるから、それはルーチンっていう。そういうことを考えてもらって、自分のリズムで一日、大体一日のスケジュールをできるだけそこに合わせるように、あらゆるものを、まあ条件を整理して、1ヶ月間20日間はとにかく少なくともそういうその条件を作ってくださいね。だから同じ時間に同じようにやっていくという、そういうパターンを自分で作ってください。だからルーチンを自分で作れと。これやればせっかく勉強するんだって、効果高いよと、こっちの方がね。この2つだから、学びの意識、学びっていうのは2つあって、一つは不適当なところに集中して学ぶということと、もう一つは忙しいと理屈だと思うから、1時間ちゃんと決めて、間違いなくそのルーチンでもって学習しなさいと。ここをやって1番の問題こうして、2番の問題 3問しかやらないんだから、1回1日に。なんだ、その3問をどういうふうに工夫してやっていくかということをしっかり整理してくださいと言ってるんだな。でそれからね、2つ目、ここのね、学ぶんだけど、学ぶったでさ、もう60代もあるわけでしょ。でそれ60代の問題にその4問ずつ枝がついてるわけだ、ね、でそんなそれ全部学ぶったって難しいでしょ、ね、だからどうするかというと、絞り込み、これはね、要するに AI なんかでやってるのと同じだけど、統計的な絞り込みをやらないと学習能力が上がらない。だから人間の能力ってもう限りがあるから、コンピューターじゃないんだから。だからこの処理によって範囲を絞り込む、ね、ここが自分で決めないとダメだ、ね、誰かが教わったからここを学ぼうって、これはね、頭入んないんだよ。だから自分で決めたことを責任持って勉強すると、ここが非常に大事なんだ、絞り込む。でこれについてこれから具体的にね、
どうやって絞り込むのか、どうやって学ぶのか、これからガイダンスをします。ここが一番ポイントだな。ということで、このテキストは全て統計収量に組み立てなんだよ。だからこの学び方をやってもらえば、自動的に皆さんは、まあ、AI と同じような学び方を知らないうちにやってると。最初のエネルギーで最大の効果を上げることができるということになってるんだな。ちょっと見ていこう。じゃあ具体的にいくぞ。で、例えばここではね、どんなことをやってるかと。ね、これ書いてるな。合格点数の 33%、 これが説明したんで、これで 33% 絞り込んだらね、これだからこれのまあ3倍やれば大体終わりということだよな。だからそんなにたくさんやらなくてもいいんだよ。だから集中してどこをどのように学ぶかということをこれからやってる。だからこれからやる例題だって話したり聞いてたって分かんないんだよ。だからどうしたらいいの。これから具体例を挙げて12問について、ここはこういう学び方をしなさい、ここはこうやってターゲットを絞り込みなさいって説明をしますから、これでこれをここで学んでもらえば、あとはその学び方でやればね、どんどん進んでいくと、こういうわけですね。ということです。ちょっとこれからやってみましょう。いくよ。はい、上がります。いや、こうほらターゲット、何を勉強するんだいうことな。で、はい、これ8年分全部書いてある。8年分だから、例えばこれはあの具体的にこれ令和5年度の問題だな。これ4年度3年度こう順番続いてるんだな。5年度とか、これは4年度3年度2年度、ここからだから4年とか3年とか2年とか、ここ順番になったんで、平成何年とかね、令和なってるわけで、こうずっと。でこうやって順番はこうやって、この順番が大事なの。だからターゲットを決めるときにどうするかというと、まずはね、仲間を探せと。仲間。これ一番。いい？仲間。で、チェックで、テキスト出てるから、こう空欄になってるから。で、ここへね、まず仲間まであったら探せと。例えばさ、結露を生じやすいって、生じやすいか生じくないか、どっちかでしょ？生じやすいと書いてある。で、これ見たら、出てるの、ほら。ここにも。わかる？生じやすい、生じやすい。これ後ろ見たらわかんないんだよ、大体。ほら。あ、これ仲間じゃん。ここ11とか入れるの。ほら。11って。これわかるでしょ？で次に、はい、2番目。仲間いないけど、これ58って何書いてある。だから、1メットは58点だ。これ1メットはこう覚えるやつ。1メットは 58.2 ワットですよ。1メットというのはな。ということで、この仲間はここにもいるじゃん。ここにほら。そしたら、これ22って入れるの。いるじゃん。そしたら、あとさ、仲間いないじゃん。同じ、全く同じのないじゃん。そしたら、こう四角入れる。こう四角。仲間いなくなったら、もう四角入れる。四角入れる。ここいい？はい。これがチェックの欄の一番最初。後ろのとことか、この辺よく見て、1メートルとかさ、ここまで1メートル書いて同じじゃん。ほら、同じこと書いてん、ほら。ほら。ね？ 2 番だって一緒やな、ほら。これでしょ？障子は、これだってみんな一緒やな。もう全く一緒やな、ね。ということで、こうやって仲間を探しをまずして、さあ、いよいよこの中からね、最新年度のここ、令和、要するにこれね、4年度、去年出た問題は、過去の分析、統計上出ないということだ。だからここやめちゃうの、分かる。だからダメなお先、ダメ、いらないの。だからここいらなかったら、ここいらないだろう。これダメとこう決める。やんなくていいとこ、やんなくていいとこ決める。な。そうするとさ、そうすると2番、今度は2番。2番来るとさ、これやったんだったら、こうやんなくていいじゃん、これ2番、同じもんなんだから。だからこうバッテン入る。あるだろ？こうなる。そしたら今度残ってるのはこの四角だけじゃない。さあ四角を選べばいいんだ。で、全部まあ四角のところをみんな丸勉強してもいいんだけど、人間の能力を考えれば、やたら多くても大ければいいってわけじゃなくて、集中するってことを考えれば、だいたいこれね、この8年分あるんだけど、4年分勉強すれば十分、集中してまとめて分析して。ということで、ここからが、これでしょ。1番はダメだけど、2番は丸。こうやらなきゃいけないな。ここの2番やったのはいらない。1番はもう女だけど、1番もやらないんだから、ここいらないでしょ。2番はこれ両方あるけど、どっちかやらない。いらないじゃん、ここ。ね。そしたら残ってるのは、ここと、四角はこれとこれとこれとこれのうち3つだけあるんで、合計4つ選べるんですね、ここで。半分だけ勉強するという考え方。ね。こう、勉強するの半分だけする。だから、いっぺんでダーンと、学習勉強が 半分になるわけ。一遍で圧縮されるわけ。学習で集中できるわけだな。で、ここで見て、だからこれとこれとこれとこれなん
だな。だこれはこの辺はもうある程度の山間、こっから先は資格はどれ選んでも人によって変わらない。その時は自分で責任持って選ぶ、それが責任学習って。だからこれは山間、自分の山間でやればいい。で実際上これでね、ほとんどあた、あのこれはね、例えばガラス の, その結露を露出させるとカーテン開けた方がもうあの要するにあの結露しないよと、まあ、こういうことなんだけど、まあ、これを選ぶとしましょうね。で自分で見て、空気の乾燥、粉塵、ね、まあ、これはいらないかなって自分で考えて、残りもうわずかしかないからな、こうやってこことこを例えば入れるとするって。そうするとで選ぶときに、残って四角選ぶときにこう数値があるやつな、数値のあるやつはだから優先的に選ぶのか、残ってるのもあると四角のところで数値のあるやつはまずこれ優先的に選ぼうと、こういう考え方だな。まあそういうか、あとは山間だ、数値が出てきたところは優先的にやって、あとは山間で自分でこう入れていくと。そしたら、私の場合だったら、まあ今年はこういこうかと。ね、ここはだからやらないとこは三角形。時間があったら後でやろうと。こういうことで、まずはこの4つだけやっつけようと。まあこういう考え方。ね。じゃあ次行こう。仲間探しの次はチェックだな。で、これ最初の年度はいらないよと。ここいらなかったらここもいらないよと。こうだな。で同じところがあったら片一方やったらこっちやんなくていいよと、こういう順番で、あとでも四角と、こういう順番でな。だからこっちが仲間の欄、これは学習する項目、ターゲット、ターゲット、ここだな。そうするとどこを学ぶかというと、この問題と1メットはというのを、こう年度書いてあるからな。だからここの問題、この問題、こう年度書いてある、何番目って書いてあるから、ここへ学習をしていってもらえる。だからこういうところを学習、今年はだから1番は大問題の A の2番目の問題は、まあ、このようにしてこの点を学習すると、まあ、こんなことなのね。で同じようにやっていこうか。そうするといろんなパターンが出てくる。そしたら例えば12番の問題ね、12番の問題だとこうやって、まあ、去年はこれ出たらな、この問題だ。そうするとこれ調べたらさ、一つも重なってない。例えば電気なんか、こういう場合出てくる。みんなバーッ、みんな四角、みんな四角、どれもだから分かるのはここだけ分かんない、これいらないっていうのだけ分かる、四角だからな。でこういうふうにみんな同じものが出てないということは分かる。前もうここの辺は出ない、だから出るとしたら後ろから出るしかないんで、ここもほら一度も出たことない、同じ重なってないということは、もうここからズバリバーンと半分で切って、基本的にはここから下から選ぶというふうにするわけ。まずは下からまで選ぶ。基本的なのがもう全部みんな均等なんだから、どこ選んでもいいんだけど、確率的に高いのは下から上上がってる、下から来る。だからこれらの どれかから、まあ、出てくるぞということで、この辺あと山間だから、まあ下から基本的に選ぶ。だからこういうみんなが均等に一つも重ならないやつは半分に分けて、基本的には下から選ぶと。で あとは山間、自分の責任でもって、これは こっち側で、だから一応まあ下の方3つぐらい入れてね、入れて、こういうそのなんか三層電動機が出ないんじゃないかと思うと、ここに三角、その代わりここ1個入れてあげると、これは出るんじゃないかと思うね、設備を設けてはいけない、出るぞということで自分でここを決める。だこういうふうになってきたら、考え方はズバリ半分に分けて、基本的には下から選ぶというものの考え、あとは山間でちょっとよザラザラ学習する項目だからね、どれしようかなって自分で4つ選ぶわけだから、こここの中でここだから3つここ4つ選んでもいいんだよ。だけどこれは少し自分の考えも入れて、どこを学習しようかなっていうのをちょっと、今までの知識もある人はちょっとここを加味して自分で選択すると、ね、私の場合だったら例えばこれとこれとこれ選んで、これをやめて、これが出るんじゃないかと思うから、電線の接続を設けたんならね、可動性管内の設けたんならね、PF 管とか CD 管の中にね、これで接続してはいけませんよということを、まあ一応選んで出るんじゃないかということを選んでる。でこれは個人の自由だから、基本的なパターンとしては全部年度によって違う場合、下から半分か選べと。でちょっとそこから考えてアドリブをつけて自分なりにちょっと整理しなさい。そしたら責任が生まれる。このパターンではこうやってそういうんじゃなくて、自分でこう判断して責任を持って学習するということ、責任を持って自分の学習、責任学習ね、これは非常に重要なこと。人に決めてもらったのは自分が決めてやったんだという、そういう責任を持って学習するな。はい、それからこうで今度これも同じだな。例えばこれ空調 A の16番の問題ね、まあ、こんなふうになってる。
でつけていくと1は仲間なし、2は1はこうなる仲間いるな、で2は調べたら温度差が小さいとか、なんかこうほら、まあこれ小さい小さい、これ出てくるね、仲間がこう2、2、2とこうなってるわけで、こういうのだと、ね、これはやんなくていいんだ、これもやんなくていいよ、1番目だからな。で2番目、はい、1、ここ丸入れたら、はい、この1の仲間もいらない、ここな。で、これ2、ここ2だから、ここへ丸入れたら、これいらない、もうこれもいらない、これいらない。もう残ったのはこれしかやるしかない、ほら。もう自動的にこう決まっちゃうの、勉強するの。だからこの4つだけやればいい。これと、これと、これと、この4つだけやれば、この問題は間違いなく今年出ますよと。こういうことなんだよね。だからここの問題だけを、内容を理解していけばいいと。こういう選び方。だからこう仲間探しと選択。最初は粘土いらないというような順番でやって4つやる。で、どうしても分からないときはさっき言ったような自分の責任でもって選ぶと。こういうことな。同じだ。次行こう。次今度はですね、観光地専門の方行こうな。給排水管で例えば。じゃあこれも同じだ。仲間探すと、これが、1番。それから同じ、ほら、同じ問題出るんだから、1、1。それから2は、同じの、もう同じ、全く同じ問題なんだよ、要するにこれ、1に。だからね、でしょ？で、これこうなるやん。わかるでしょ？そしたらこれ1番目やんなくていいか、はい。ここ仲間がもうできましたと。いいね。はい、ここ、はい、バッテン入れる。ね。そしたら1番は、はい、やりましょうと。当然だからな。で、2番もやりましょうと。そしたら、あとはいらない。いや、1番やったんだ、こっちやらなくていい。当然だな。2やったんだ、こっちやんなくていいと。な。で、これでまあ一応、数値はあるんだけども、じゃあ数値いこうか。だからここで、じゃあどれ選ぶかというと、この残ってる四角の中のこれも数値、これも数値、これも数値だけど、いろいろ考えて、自分でここで、まあ数値やるんだけども、まあ、ここで自分である程度考えるね。あんまりこんな続けて出ることないだろうということで、ここをやめて、まあ、例えばこれとかな、数値のあるとこな、これな、こういうとこを選ぶと。まあ、こうやって4つ選ぶと。ね、ということで、同じ数値があっても、まあ、できたら後ろの方から選んできた方がいいと。同じ数値がな、全部数値だからな、どれを選ぶかというときに、まあ、下からっていうか、下半分から選んだ方がいいと。ということだな。ここ上の方に数値と下に数値があったら、下半分の方から数値を選んだ方が確率がより高いと。いうことは、これ統計的に分かっていることだからな、ということです。まあそういうことを学んでほしい今ね。はい、次行こう。で、同じく次には今度、観光地の消火設備ということな。これもこうでくると、1個だけあるな。なんとか、活性ガス消火設備というのは窒息効果に消火するんですよと。窒息させるんですよ。ということで、まあ同じものがこう出てるね。で、これは1、1な。あとこうない、ね。そしたら、ここの中も分かるな、もうこれでできる1個しかないって分かったんだからな。だからどちらかというと、まあ、分散型だな、要するに、だーっと、特にこれだっていうのはないわけだから。そしたら、まずはこれはダメって入れるな。で、これは1個やるしかない、はっきり分かってるの。で、こっちやらなくていいじゃない。で、あと、どれ選ぶかというと、まあ言ったみたいに、まあ基本的には下から半分から選ぶ、この類もな、1個の場合は。で、じゃあ、まあ下はここ入れて、ここ入れて、残り3つあるから、まあ、これやるかこれやるかはまあ皆さんの自由ですけど、まあ一応この辺にいるところということで、この4つだけを学習するとね、これとこれとこれとこれを学習するとな。ここのテキスト、このテキストだここ読んだよ、テキストだここに書いてある番号、ここを学習する。34番だけどテキストのここを学習していけばよろしいよということが分かる。ここは年度だからな。ここで具体的に言えばこれが4、3、2、1となってる。だから、元年度と何度かこうやれば、年度書いてある。そこの年度の問題の文章読みは、この問題の半分だけ学習して、残りやんなくていいと。いうことで、いっぺんで半分集中できるわけな。で、最終的に何を覚えるかと、これを覚えればいいんです。ここに書いてあることは全部最終的なデータなんだから、要するに試験の頭の中に入っていくのは、これが分かるわけ。不活性ガスっていうのは窒息効果で消えるんだということだな。でしょ？それから不活性ガス設備とは、ね、人がいるところじゃ儲けちゃいけないって言ってんだよな。と同じようにほら、ここも同じだ。ほら、常時がいない部分については不活性ガス設備は全開放してしなさいと。これは儲けておけよ。人がいるかいないかによってこれが決まるという、その考え方をこの中から読み取れるんだよ、するんだからな。まあ、こういうことでこれやればいいと。こういうことです。はい、次行こう。はい、そうすると、
次は専門工事機材とかな、要するに冷却塔とかボイラーとかポンプ、これ見たらもうどれもみんな毎年違うね。実はこれはもう当然のことながら、基本的にここから分けて下半分からまあ3つぐらい選ぼうとね、そういうまあイメージ、大体イメージだよな。実はまあこれとこれとこれ、これどこ選んでるの、自分でやってもいい、だから自分でこう3つ選んで、まあ1個ぐらい上から選んでおいた方がいいだろうというんで、まあこれ見てこれつけてるわけですね。まあ、それも確率的に全部ここから出ると限ってないので、それはだから皆さん山間当たる場合は、ここだから1個だけ、こういう場合は3つ下から選んで1個だけ上選ぶ、まあ、この辺が、まあ確率的に計算するとそうなってるから、全部ここから出るってわけじゃないからな。この辺は意外と自分の能力が高い人はパッと当たるかもしれないということな。まあ、こういう選び方をして学習するのは、だから結局これとこの4つを学習、テキストのここだけ読んでいけばもういいと。だから1日だから3台やるわけだからな。だからこれをだからこれ4つだけやれば非常に楽でしょ。でしかも4つだけのところで学習するのは、誤ってるところに集中しろと言ってんだからな、正しいところは軽く読みなさいとこう言ってんだよね。だから 学習には強弱なきゃダメなの。でも読まなきゃダメよ、ね、読まなきゃいけないんだけど、必ず意識して読むところと、ある程度流し読みするところ、そういうちゃんと強弱をつけた方がね、リズムができるんだ、学習のな。はい、行こう次は今度は応用能力法と両方施工管理、言ったな、施工管理と応用能力法とセットに書いてあるから、いい、セットで書いてある。だからこれはだからこんなね、施工管理というのと施工管理応用能力法、そんな施工管理の分野ない。だからこれを試験のためだけに分けてるんだ。これ分けて勉強したらもう全く意味がなくなるから、一緒にセットで勉強した、このテキストだからセットで勉強できるように組み込まれてるの、こうやって学習テキストがな、ということを考えてくださいね。そうするとまず出てくるのは、施工管理での計画、工程、それから品質、安全と、この4つだ。それ以外にまあ要するに機械とかダクトとか配管とかってあるからな、まあ、まずは施工計画な、施工計画、これは同じ、やり方一緒、仲間いるかどうかをこう見てみる。そしたらここにほら1してこう同じの出てるわけな、から2のところもこうやって任務はこうな、まあ、こういうですよということだって、いやこれも同じで準工事同じの出てる、みんな出てる22、横2なんか三角出てる、ほら三角出てるね、まあ、こうなるとさ、ここはすぐできるわ、これはもうできるな。だからこう選び方だけだ、選び方で1番目やらなくていい、やらなくてもここもやらなくていいとな。はい、2番来たと、2番、これは要するに校長の2番でした、うん、あ、これかね、ここがこっちが来たんだな。で、ここか、これがだから丸つけてね、だからこれがここがですね、4年度の問題だからな。で、ここは3年度、2つあるんだ。だから回答をね、2つしなきゃいけないんだ。応用試験の場合に2つ答えを選ばなきゃいけないわけ。だから、こういうふうに、2つの枝できてるね。だからこれとこれはもうやらなくていい。初年度、この年度、初めての年度はもうやらなくていいと、こういうことな。で、まあこの中からもう、今年はね、こっち出たから、2番出たからこっちやると。ね、これもうこうやめちゃう。じゃあこうなってくるな、こっちやめちゃう、もうほら近いからここだね、うん、ということで、それからあとはまあこれ見て自分で残ってるだけ選べということで、今年で出るのはこれとこれとこれとこれから出てくるんじゃないか、これ自分で決めるわけですね、ということで、だから、この辺のところはだから自分の山間もある程度働くんだけども、自分なりにやれば大体ね、責任持って勉強するよね。だいたい近く勉強になるので、ここまでやってもらえば大丈夫だな。ということで、この場合も同じようにチェックを入れて4つだけ学びましょうと。こういうことだな。で、当該の年度、最初の年度を2つ消して、あとは残りはだから重なってるとかも1個でもいいし、選ばなくていいんだな。こういう選び方もありますよ。ということです。はい、それから次行こう。それからあとはまあ品質管理ですね、この場合もまあここはこう2つなってると、2つなってるというのはこれ応用が出てるって、ここのところこういうの応用って、2つ答えを求めてるところね。でこれも仲間探しにするともう結構似たようなのも出てくる、1、1とかさ、2、2とか3、全部もうだいたい繰り返し出てるってわけだからね。ということで、まあここはもうやんなくていいことだな、ここやんね。でこれも
ここのところはまあここ3やってるからさ、ここ3やってるからここいらないな、ここな。だから4はここやってるからさ、ここいらないでしょ、ここいらない、4な、っていうことだ。で1はいらないよな、ここ1にはいらないんだから、もうここ消しちゃう。残ったらさ、これとさ、これしかない。まあ、自動的に今年はこの4つが出てくると、こういうことは分かるな、ということだ。だから今年の勉強するのはここの問題とここの問題とここの問題だな。そしてここの問題、これで。だから今年は管理図とは何かね、管理図とは時間変化ですよっていうこと、この関係な。だからここでは特性要因図は、から魚の骨のように書くんですよ。図面を見たら分かるけど、ヒストグラムっていうのは棒グラフ、立ってるね、縦線の棒グラフですよということ、これを言う。パレート図というのはね、ここの累積度数と折れ線グラフと2つあるんですね。棒グラフと累積曲線がある。これ図面を覚える。だから形を覚えればもうこれでおしまいと。だから管理図と特性要因とヒストグラムとパレート図はどんな図かということを、今年散布図もあったな、散布図とどういうものかということな。こういうようなことの図面を頭の中に分かるようにやればできます。この問題はできますよということな、まあ、そういうところになってくる。はい、それから今度工事管理、機械の据え付けの方だな。工事管理の方な、要するにあの機器の据え付けとか基礎の構造とかで、これも同じようにチェックつける。そしたらここ1個しかないな、ここな。そしたらこれはもうここも出てるから近いからいらない、位置もやめちゃうと言うと、これ見たらバラバラだから、もうここから下半分ダーッて切って、もう全部4つ選ぶと、ここもやめちゃう、こういうそのパターンな。ということで、これ近いからな、だからこれここでも出てるからもういいやって、これ4つだけこう選びましょうということで、この4つを学習するな、この4つを学習するね。ボイラーの天井の高さはね、ボイラーの突端から天井まで 1.2 メートルしなさいよとかさな、固定するアンカーだな、要するにあの器具を止める時のアンカーは接着アンカーと、それからあの金属アンカーってあるんだな。金属ってガーンと打ち込んでバーッと広げるやつだ。接着って接着剤で固定するんだ。接着剤の方が金属アンカーが大きいよと、ね、引き抜き力が大きいよと、力が強いよと、こういうことだな。接着系の方が強いアンカー、まあ、これを覚えればいいんだからな、覚えることはな。そして、まあ、あのここの要するにあの真空またはさ、あの窒素加圧状態の密閉型の冷凍機はこれ大気に解放していけませんよとね、まあ、まあそんなところ、ここよりもよく書いてある、詳しく説明できてるからな、この内容を整理しよう。ではこういうふうになってくる、こうだな。それから続いて今度はほうきね、今度ほうき、最後のほうきだな。ほうきは例えばよく出るな、これな、労働安全衛生法、安全管理体制な、これも同じになってくる。そうすると、1122でこうなってくるな。でここ仲間探ししたらこうなるね。ということで、こう1番2番3もやめちゃうとね、1番やんなくていいんだからやめる、でこっちの2番やっとこうとな、ということで、あと残りここやらなくていいんだ、もう4つしかやらなくていいんだ、ね、これ4つも決まっちゃうわけだから、もうこれでやったら自動的にこの4つだけやるということで、これとこれとこれと、それからこれとこれやればいいと、これの内容を理解しなければいいとね、まあ、このようなところを名前よく覚えてね、理解をしていけばいいということになる。でも勉強するところはそういうことですね。それから続いて今度は建築基準な、これも同じことです。建築基準が出てくるのは、例えばこれは1仲間だな、仲間仲間仲間だ、こうな出てくる。そしてあとそうでないと、そしたらこれやんなくていいんだ、みんなやんなくていいとな、そしたらこの中から4つだけやればいいということで、まあこれをやめよう、だからどっちかというとやめようと思うのを取ってあとはみんな丸つけちゃうとな、これこれ。これ自分でだから山間で、まあ、できるだけ数字のあるのを残すんだけど、まあ、それも、必ずしも強烈にやらなくてもいいので、適当にこれ、まあ、できるだけまあ数値を選ぶ、これを選んだら別に構わないですよ。その辺をだから自由に選んでください、ということでこんなんから寄ってるので学習するということな、まあ、こんなふうな形になっていく。でまあこう最後なんだけども、これ消防法とかね、ところでいきましょう。でこれも同じように仲間探しをやって、
そして初年度の1番は出ないよということな。で2番丸入れたんだからここはいらないよと。であとは自分で山間で4つあるうちの3つだけ選ぼうと。ここはもう出ないだろうと。下の人を見てここから出すということで、この1234のここだけを、この年度だけを学習すると、まあ、こういうような手順でやっていけばよいということね。まあ、こういうことでちょっと長々とやったけどもね、学習するにはこうやってターゲットを絞り込んで、仲間を探して絞り込んで、どこを今年はやるかということだな。まあ、そういうところをしっかりと整理していただければと思います。じゃあこれで終わります。全開放してしなさい。これは設けておけば、人がいるかいないかによってこれが決まるという、その考え方をこの中から読み取れるんだよ、すんだからな。まあ、こういうことでこれやればいいと、こういうことです。はい、次行こう。はい、そうすると、次は専門工事、機材とかな、要するに冷却筒とかボイラーとかポンプ、これ見たらもうどれもみんな、毎年違うね。そしたらこれはもう当然のことながら、基本的にここから分けて下半分からまあ3つぐらい選ぼうとね、そういうまあイメージ、大体イメージだよな。そしたらまあこれとこれとこれ、これどこを選んでみるの、自分でやってもいい。だから自分でこう3つ選んで、まあ1個ぐらい上から選んでおいた方がいいだろうというんで、まあこれ見てこれつけてるわけですね。まあ、それも確率的に全部ここから出ると限ってないので、それはだから皆さん山間当たる場合は、ここはだから1個だけ、こういう場合は3つ下から選んで1個だけ上選ぶ、まあ、この辺が、まあ、確率的に計算するとそうなってるから、全部ここから出るってわけじゃないからな。この辺は意外と自分の能力が高い人はパッと当たるかもしれないということな。まあ、こういう選び方をして学習するのはだから、結局これとこの4つを学習、テキストのここだけ読んでいけばもういいと。だから1日だから3台やるわけだからな。だからこれをだからこの4つだけやれば非常に楽でしょ。でしかも4つだけのところで学習するのは、誤ってるところに集中しろと言ってるんだからな、正しいところは軽く読みなさいとこう言ってるんだよね。だから 学習には強弱がなきゃダメなの。でも読まなきゃダメよ、ね、読まなきゃいけないんだけど、必ず意識して読むところと、ある程度流し読みするところ、そういうちゃんと強弱をつけた方がね、リズムができるんだ、学習のな。はい、行こう次は今度は応用能力法と両方施工管理、言ったな、施工管理と応用能力法とでセットに書いてあるから、いい、セットで書いてある。だからこれはだからこんなね、施工管理というのと施工管理応用能力法、そんな施工管理の分野ない。だからこれを試験のためだけに分けてるんだ。これ分けて勉強したらもう全く意味がなくなるから、一緒にセットで勉強した、このテキストだからセットで勉強できるように組み込まれてるの、こうやって学習テキストはな、ということを考えてくださいね。そうするとまず出てくるのは、施工管理での計画、工程、それから品質、安全と、この4つだ。それ以外にまあ要するに機械とかダクトとか配管とかってあるからな、まあ、まずは施工計画な、施工計画、これは同じやり方で一緒、仲間いるかどうかをこう見てみるわけ。そしたらここにほら1してこう同じの出てるわけな。から2のところもこうやって、任務はこうな、まあ、こういうですよということだって、これも同じ出てる、準工事と同じの出てる、みんな出てる、2、横2なんか三角出てる、ほら三角出てるね。まあ、こうなるとさ、ここはすぐできるわ、これはもうできるな。だからこう選び方だけだ、選び方で1番目やんなくていい、やんなくてもここもやんなくていいとな。はい、2番来たと、2番、これは要するに校長の2番でした、うん、あ、これか、ね、ここがこっちが来たんだな。で、ここか、これがだから丸つけてね、だからこれがここがですね、4年度の問題だからな。でここは3年度、2つあるんだ。だから回答をね、2つしなきゃいけないんだ。応用試験の場合に、ね、2つ答えを選ばなきゃいけないわけ。だから、こういうふうに、2つの枝できてるね。だからこれとこれはもうやんなくていい。初年度、この年度、初めての年度はもうやんなくていいと、こういうことな。で、まあこの中からもう、今年はね、こっち出たから、2番出たからこっちやると。ね、ここもうこうやめちゃう。そしたらこうなってくるな。こっちやめちゃう。もうほら、近いから、ここんとね、うん。ということなんです。それからあとはまあこれ見て自分で残ってるだけ選べるということで、今年で出るのはこれとこれとこれとこれから出てくるんじゃないか、これ自分で決めるわけですね。ということでだから、この辺のところはだから自分の山間もある程度働くんだけども、自分なりにやれば大体ね
責任持って勉強するのよ。だって近く勉強なので、ここまでやってもらえば大丈夫かな。ということで、この場合も同じようにチェックを入れて4つだけ学びましょうと。こういうことな。で、当該の年度、最初の年度を2つ消して、あとは残りはだから重なってるとかも1個でもいいし、選ばなくてもいいんだな。こういう選び方もありますよ。ということです。それから次行こう。それから、あとは、まあ、品質管理ですね。この場合も、まあ、ここはこう2つなってると、2つなってるというのは、これ、応用が出てるって、ここのところ、こういうの応用って、2つ答えを求めているところね。で、これも仲間探しにすると、もう結構似たようなのも出てくる。1、1とかさ、2、2とか、3、全部、だいたい繰り返し出てるってわけだから。ね。ということで、まあ、ここはもうやんなくていいことかな。ここやんねん。で、これも、ここのところは、まあ、ここ3やってるからさ、ここ3やってるから、ここいらないな、ここな。だから4はここやってるからさ、ここいらないでしょ。ここいらない、4な。ということだ。で、1はいらないよな。ここ、ここ1、2はいらないんだよ。もうここ消しちゃう。残ったらさ、これとさ、これしかない。まあ、自動的に今年はこの4つが出てくると。こういうことは分かるわけな。ということだ。だから今年の勉強するのは、ここの問題と、ここの問題と、ここの問題だな。そして、ここの問題。これで。だから、今年は管理図とは何か。ね。管理図とは時間変化ですよ、ということ、この関係。な。だから、ここでは特性要因図は、から、魚の骨のように書くんですよ。図面を見たら分かるけど。ヒストグラムっていうのは棒グラフ、立ってるね。縦線の棒グラフですよ、ということ。これを言う。パレート図というのは、ね、ここの累積度数と折れ線グラフと2つあるんですね。棒グラフと累積曲線がある。これ図面を覚える。だから形を覚えればもうこれでおしまいと。だから管理図と特性要因とヒストグラムとパレート図はどんな図かということを今年散布図もあったな。散布図とどういうものかということはな。こういうようなことの図面を頭の中に分かるようにやればできます。この問題はできますよということな、ね。まあ、そういうところになってくる。はい、それから今度工事管理、機械の据え付けの方だな。工事管理の方な。要するに機器の据え付けとか基礎の構造とか。で、これも同じようにチェックつける。そしたらここ1個しかないな、ここな。そしたらこれはもうここも出てるから近いからいらない、位置もやめちゃう。言うと、これ見たらバラバラだから、もうここから下半分ダーッて切って、もう全部4つ選ぶと。ここもやめちゃう。こういうそのパターンな。ということで、これ近いからな。だからこれここでも出てるから、もういいやって、これ4つだけこう選びましょう。ということで、この4つを学習すると。な。この4つを学習すると。ね。ボイラーの天井の高さはね、ボイラーの突端から天井まで 1.2 ミリ注意しなさいよとかさ。な。固定するアンカーだな、要するに器具を止める時のアンカーは接着アンカーと、それから金属アンカーってあるんだな。金属ってガーンと打ち込んでバーッと広げるやつだ。接着って接着剤で固定するんだ。接着剤の方が金属アンカーより大きいよと、ね、引き抜き力が大きいよと、力が強いよと、こういうことだな。接着系の方が強いアンカー、まあ、これを覚えればいいんだからな。覚えることはな。そしてまあここの要するに真空またはさ窒素加圧状態の密閉型の冷凍機はこれ大気に解放していけませんよね。まあまあそんなところ、ここ読めよく書いてある。詳しく説明できてるからな。この内容を整理しよう。でこういうふうになってくる。これだな。それから続いて今度は放棄ね。この放棄、最後の放棄だな。放棄は例えばよく出るな。これな、労働安全衛生法、安全管理体制だな。でこれも同じになってくる。そうすると1122でこうなってくるな。こう仲間探ししたらこうなるね。ということでこう1番2番3番をやめちゃうとね。1番やんなくていいんだからやめる。でこっちの2番やっとこうとな。ということで、あと残りここやらなくていいんだ。もう4つしかやらなくていいんだ、ね、これ4つも決まっちゃうわけだから、もうこれでやったら自動的にこの4つだけやるということで、これとこれとこれとそれからこれとこれやればいいと。これの内容を理解しなきゃいいとね。まあ、このようなところ名前よく覚えてね、理解をしていけばいいということになる。で勉強するところはそういうことですね。それから続いて今度は、
建築基準ね、これも同じことです。建築基準が出てくるのは、例えばこれは一仲間だな、仲間仲間仲間でこうな出てくる。そしてあとそうでないと、そしたらこれやんなくていいんだ、みんなやんなくていいとな、そしたらこの中から4つだけやればいいということで、まあこれをやめよう、だからどっちかというとやめようと思うのを取って、あとはみんな丸つけちゃうとかな、これこれこれ自分でだからやまかんで、まあ、できるだけ数字のあるのを残すんだけども、まあそれも、必ずしも強烈にやらなくてもいいので、適当にこれ、まあ、できるだけまあ数値を選ぶ、これを選んだら別に構わないですよ。その辺をだから自由に選んでください。ということで、こんなんから寄ってるので学習する。ということな、まあ、こんなふうな形になっていく。で、まあ、こう最後なんだけども、これ消防法とかね、ところでいきましょう。で、これも同じように、仲間探しをやって、そして初年度の1番は出ないよということな。で、2番丸入れたんだから、ここはいらないよと。で、あとは自分で山間で4つあるうちの3つだけ選ぼうと。これはここはもう出ないだろうと。下の人を見てる、ここから出すということで、この1、2、3、4、ここだけを、この年度だけを学習すると。まあ、こういうようなあの手順でやっていけばよいということね。まあ、こういうことで、ちょっと長々とやったけども、ね、学習するにはこうやってターゲットを絞り込んで、仲間を探して絞り込んで、どこを今年はやるかということでな、まあ、そういうところをしっかりと整理していただければと思います。じゃあこれで終わります。